これは俺初めて食べるな。甘い。あっち。うん。あっち。甘い。甘い。うまい。うわうま。すごい美味しい。うまい。だから、うん、お豆腐のこのパックがあるでしょ。うん、これを切り出した時に、お豆腐のパックに、うん、水に酔っ払わないうちに、お豆腐のパックかなんかに入れて、うん、持って帰れば、うん、美味しいんでいただけるんです。うん。甘いね、うん、うまい。甘い。ありがとう。いやこれでももう一回戻すのはなかなの手間になるで。そうなんだよ、時間もさ、手間もかかる。また洗う時間が なくなっちまうの。洗う時間があるだんで、だってさ、ほら、プリンプリンしてるよ。まあ、そう30年前から作ってりゃそのぐらい分かんなきゃもう。もうだけど、その当時、おざったあれがあるだんで、その人の頭の中に、はいはい、だからなかなか今の私なんかのさ、私らはあの岩本の豆腐屋さんが来て教えてくれたそのやつをさ、へーパーッとさ、あの同級生がその豆腐屋さんだったんで、はいはい、豆腐屋さんが教えてくれた、こんなんで知ってるんだよ、こういう作り方、ああって入れた、ああそうなんだってさ、講習受けたんで。取れたの？ねえ、ぴったりだもんね。うん。これはどうだろう。すげえ、ぴったりだ。そうしたな。もう最初端から入れたっていうのがもう分かんねえよね。ね。でも端から入れなきゃ確かに端に行かねえなっていうのが分かるの。ここに。そうだろう。入れていくから。うん、分かるでしょ？なんとなく。ちょっといいですか、絞るの。あ、はい。みんな。はい。あ、これを上に置くんだ。そう。置いて、水を切る。全然今日は外へこぼれねえもんの。溢れねえで。この間の溢れちゃったよね。ねえ。水の中でちょうどよかったな。今日はちょっと少なくしたんだよ。その加減が難しいんだね。もうだってさ、役場の人たちがさ、やったんべ、うん、あの時も随分こぼしたんだ。そうだ、ここにみんなさ、男のさ、あれがさ、あーもったいないのーなんて言いながらさ、で、ここが落ち着くまでこのままに。これは何キロなのかね。え？このお餅。お餅、何キロかな。3キロか、3.5 キロか。違うな。3.5 型。3.5型って言うんだから3キロ。いや、これは2キロ。2キロぐらいしかね。1キロ、1キロか2キロぐらい。ああ、これがつくまでってことか。これで止まるんだ、ちょうど。ここで止まる。水が。水切りがここで止まる。みんな疲れたがってる。そうそうそう。嫉妬になるし、くなっちゃうじゃん。止まるようになってんだ、そこで。ちゃんと部屋が出てて。せっかくでっかいタオルが、じゃない、手ぬぐいがあるのにさ、それ使わねえんだもん。フリー、昔の手ぬぐいを使ってて。このおからも、
多少豆乳が残ってる方がおからが美味しいんだって。うん、あんまり絞りすぎちゃうと、今日は絞りすぎてるかもしれない絞りすぎちゃうとカラカラなんか美味しくないんだとか。でもそんなにね、貴重にね、綺麗には絞れないから大丈夫で、機械とは違うんだから、の機械とは違うんだから、いいね。だから大豆はもともと毒がある、豆で毒があるから、だから日本人はこうやって加工したんですね、潰して、ね、ああそう、そう、豆は毒があるんですよ、やっぱり。アクじゃなくて、あの最初の1回はさ、小豆を炊く時も最初の1回は浮いちゃうもんね。ああそう、うん、まあそういう原理だから、多分ね、大豆がその毒性が強かったから、うん、だから枝豆で食べる、大豆になる前に、大豆になる前にの、あとはこうやって加工、味噌にする、醤油にする、豆腐にするっていうのが日本人は分かってたんですよね、昔から。